お世話になっております。サイド B の本田です。リーガルパッドというものをご存知でしょうか。アメリカのドラマや映画などでよく見かける黄色い紙のレポート用紙みたいなやつです。リーガルパッド、名前からして法律に関係ありそうな感じしませんか。今回はこのリーガルパッドとは何ぞやというご説明をしていきたいと思います。まず結論として、リーガルパッドは法律関係者用のプロ用アイテムではありません。でも行政書士が使うのは全然ありです。黄色い紙に青い罫線、左側に赤い縦の罫線、レポート用紙のようにちぎれるのがリーガルパッドのスタンダードなデザイン。レターサイズとか少し変わったサイズのものが多いのも特徴。これはもともと後で打ち直すことを前提とした手書きメモという用途だから、きちんとした書類と混ざらないようにということらしいです。紙の質はかなりへっぽこで、どうせ下書き用のメモなんやでーみたいな開き直りがあって、使い方としてもその場でガガッと書いてビリッと剥ぎ取ってぐちゃぐちゃぽい的な雑な扱い。本場のアメリカではそんな位置づけです。これが日本ではリーガルパッドをプロ用アイテムに仕立て上げようぜみたいな方向に走っていて、アマゾンベーシックだと12冊800円なのに、国産は3冊800円とか、ずいぶん開きがある。デザインは踏襲しつつ、紙質のいい私業御用達メモ帳をリーガルパッドと呼ぶ、みたいな路線。リーガルパッドと呼ばれているのは、もともと法律関係者が考案したという理由のようで、実際リーガルパッドを使っている私業も多いです。特に弁護士。相談対応などでの手書きメモに向いている。リーガルパッドという名前がそれっぽいなんていうのが理由ではないかと思います。日本ではアメリカ的なリーガルパッドの位置づけは浸透していないので、プロっぽいアイテムとしての使用も全然ありだと思います。お客さんに書いた紙を渡す前提で国産を使うのもよし、自分用の手書きメモとして安いものを使うもよし、どのみち何かその手のものっていりますからね。いかがでしたでしょうか。100均のメモ帳よりは安いし様になる。実務における消耗品としてリーガルパッドを使っていってもいいのではないかと思います。それではご視聴ありがとうございました。